出雲国府跡は、島根県松江市、大草町、山城町、竹山町に所在する、律令成果の地方行政の中心地域である。1971年12月13日、国の史跡に指定される。本国府跡は、松江市の南東 6km にところに開けた、大平野に位置する。国庁跡は、出雲国風土期に記述があり、大平野内に所在していたことは、 古くから知られていたが、具体的な場所がわからず、推定値がいくつか上がっていた。その後、江戸時代に書かれた、大草村県地町に次名、国土が発見され、現在のあざだけの後あたりと考えられるようになった。役も立つ不時の丘設置の計画が持ち上がり、1968年から発掘調査が始まった。国庁跡が松江市。 大草町の六所神社周辺であることが判明した。国町は、一辺167メートルの区画を大溝で区切り、その南半分に南北96メートル、東西72メートルの成長区画を取り、その中に正殿、脇殿などを配置し、北半分も溝によって仕切られ、神が建物が並んでいたと推定されている。異物では、大原兵部、新城兵死罪、 200台などと記された、木管、栗や、主杯、照明などと書かれた、木書土器、門、斜辺などのヘラ書き瓦家がある。表という木管から、出雲国庁が、大宝元年に以前に遡って建造されたと考えられる。その他、柱の一部、軒瓦類、大量の食器類、硯、粉銅、玉作用の原石、砥石、和道開鎮、 春という文字を刻んだ動員などが出土している。周辺地域は上理性の名残をよく留めている。国庁と同所に存在したと推測されている、大軍家や馬屋などの発掘調査が望まれる。ありがとうございます。